どうも、内山美恵です。今回はですね、スターバックス限られた店舗でしか売ってないメニューがあると聞いて、私調べて予定立てて行ってきました。それが こちらです。早速どんなものかみんなと見ていこうと思います。買ってきたのは2種類なんだけど、まず1種類目がこちらです。ジャースイーツストロベリーパンナコッタです。めっちゃフォトジェニックすぎません？スイーツなんだけど瓶に入ってるの。スターバックスでこうやってね、容器に入ってるっていうのもこれだけだと思うんだよね。ちなみにお値段180円です。まず1品目はね、こちらを食べていこうと思います。これ何で食べるべき？フォーク、フォーク。いただきます。まずはベリーのとこからいこうかな。ほい。うん、ふわふわだ。ん、これ生クリームだよね。真ん中だ。じゃあパンナコッタの部分いただきます。うん、一口目の生クリームもふわふわで、ふわふわなんだけど生クリームあっさりしててめっちゃ美味しくて、ストロベリーソースがたっぷり入ってて超美味しい。お、ソースと一緒にパンケーキ、スポンジも入ってます。うん、あ、美味しい。結構いちご感が強いですね。食感がね、ふわふわとろとろって感じです。見た目はプリンみたいなんだけど、スポンジが入ってたりとか、いちごソースと生クリームがどっちかっていうとね、ショートケーキに味が近いと思います。あ、結構本当にパンナコッタってプリンの卵が入ってない版みたいな感じで、名前にねパンナコッタってついてるから、そっちをイメージしてたんだけど、どっちかっていうとコーヒーのブラックに合うような甘めな、本当にねコーヒーと合わせた時にめちゃくちゃ両方が映えまくるような味をしてます。カフェラテとかウインナーコーヒーみたいな生クリームがこっちに入ってるような感覚だから、なんかねいい具合に中和されてめっちゃ美味しそう。ちょっとなんかコーヒー飲みたくなってきちゃった。このスイーツには苦めなブラックコーヒーが私は合います。最近もっぱらカフェイン抜きしてるんでノンカフェインコーヒーなんだけどね。これのカロリーは474キロカロリーで、あ、そう考えると結構甘めなのかクリーミーなのか結構がっつりしてるんだね。でもあれか、フラペチーノと一緒に食べてたらまあ1個分みたいな感じだから、ブラックとだったら全然均衡は取れているはず。じゃあもう一品目に行きたいと思います。次はね、お店で聞いた中では人気ナンバーワンだそうなんですよ。季節によって中に入ってるものは変わるらしいんですけど、結構ボリューミーだよ。こちらです。どーん、オレンジとマンゴーのシブーストです。今の時期はオレンジとマンゴーがこんなにゴロゴロ入っているんだけど、シブースト自体がずっとね人気メニューなんだって。今回夕方ぐらいに行ったんだけど、これラスイチでしたって言われたので本当に人気なんだなと。じゃあこっちもいただきます。どっから行こう。クリームブリュレみたいだね、ふわふわ。あ、結構スポンジケーキって感じかな。いただきます。うん、うまっ。プルプル。シブーストってこんな感じなのね。おお、なんかね何個か層が分かれてて、プルプルな生地があったりとか、なんだろう、カスタードプリンに似てる感じ。
あのクリームブリュレをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれないです。あ、カラメルが結構味の濃い苦味さえ感じるぐらいのカラメルなんだけど、内側がね結構甘めです。てか超甘いかもしれない。超甘いこれ。うん、1段目がめっちゃカラメル苦ほろ感じで、2個目がどっちかっていうとスポンジケーキっぽいような感じで、で下がなんだろう、もうプニュプニュなカスタードプリンみたいな食感で、なんか苦いふわふわプルプルみたいなのが一気に押し寄せてきて、で最後に、あ、ちょっとマンゴーとオレンジ食べてない。おーおおおお、あ、この層をね、縦の一列な層をフルーツと一緒に食べたらもう完璧ですわ。苦い甘いフルフルふわ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 じゃない、苦いふわふわプリプリ甘いだけど、最後のマンゴーとオレンジでスッてさっぱりするから、甘いんだけど最後の果物のおかげで、あ、もう一口食べたいみたいな感じ。あ、でもこれ甘い、超甘いから甘党の人だね完全に。シブーストってもともとフランスのお菓子だったと思うんだけど、それをねもうアメリカライズされた感じ、超アメリカっぽくした感じです。甘、めっちゃ甘、超甘い。この真ん中の層が結構甘さ控えめでプリンみたいな味がする。ちょっと上の方だと、うん、ふわふわしてる。面白い。これ甘いの苦手な人は無理だね。大好きな人はもう最高の食べ物だと思います。ちなみに今回買ったのは渋谷の東急プラザの6階に入ってる表参道原宿店のスターバックスで買ったんだけど、全部で3店舗限定のスイーツを買えて、玉川高島屋 SC 店、鎌倉御成町店、東急プラザ表参道原宿店で買えます。ここがね、茶屋さんっていうスイーツ屋さんがあるんだけど、そこのを取り寄せてスターバックスで売ってるみたいです。でも茶屋さんで同じメニューが買えるかは分かんない。スターバックスメニューオリジナルにしてるかもしれないしね。このスイーツの他にも全部で7種類の店舗限定メニューがあって、今お伝えするね。まあ、一番人気だよってその原宿店で言われた時は、このオレンジとマンゴーのシブースと、でこれがジャースイーツストロベリーパンナコッタで、3つ目がレモンシフォンケーキ、これもねナンバー3ぐらい人気ですよって言われて、まあ、ナンバー2は何かを聞いてなかったんだけど、ブルーベリーのレアチーズケーキ、クッキークリームチーズケーキ、この時期チョコが入ってるのってなかなか少ないんだけど、唯一入ってるのがこのクッキークリームチーズケーキらしいです。これはねまろやかでコクがあるんだって。6個目がミックスベリーパイです。あれ7個だったんだけど、あとはフルーツロールケーキ、これもねめっちゃ人気だそうで、もう1個買おうかどうか迷ったのがそのフルーツロールケーキなんだよね。対応してくれた店員さんは、私はそれが一番好きですって言ってて、で買い物終わった時にまた来てくださいねって言われて、もうやられてしまったので、またお店に行って店舗限定メニューの次はねフルーツロールケーキを私は狙っているでございますよ。はい、そんな感じで今回ね、わざわざ予定をしてこれが食べたくってスケジュールを組んで店舗限定のスターバックスメニュー見てみました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。また変わったものとかおすすめありましたら、Twitter とかね、コメント欄でぜひぜひ教えてください。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。